さあ、年に一度だけ働く赤い服を着たおじいさん、いるんだったら10秒以内に私の前に姿を現しなさい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。何してるの？ちょっと、ユキも本ばっか読んでないで、サンタの捜索に協力してよ。断る。大体さ、あのおじいさん子供にだけプレゼントあげるなんて、あからさまなエコひいきだと思わない？高校生だって欲しいものくらいたくさんあるんだから。何？そうね、宇宙人を捕獲する UFO キャッチャーとか、未来人を追跡するタイムマシーンとか、超能力者と戦う変身コスチュームとか、まあいろいろよ。そう。あ、そうだ、ユキにもたくさん本もらってあげるからね。期待している。ああ、もう、トナカイなんて原始的な乗り物に乗ってるから遅いのよ。ジェット機でも何でもチャーターして、とっととこの場に姿を現しなさい。もたもたしてたら、お坊さんにも追い抜かれちゃうんだから。さっきから何をやってるんですか？何って、見ての通り、年に一度のクリパを大いに盛り上げるためにサンタを探してるんじゃない。ミクロちゃん、どっかで見なかった？そういえばさっき、駅でチラシを配ってましたけど。それは偽物。この時期、偽物サンタがいっぱい出没するから、ほいほいついていったり、安易に物もらったりしたらダメだからね。気をつけなさい。はい。本物はもっとピンポイントで現れるもんなんだから。まあいいわ。こんなこともあるかと思って、すでに手は打ってあるし。さ、ミクルちゃん、今すぐこの衣装に着替えて。これ、サンタさんの衣装。しかも上だけ。これじゃ、足が丸見えになっちゃいますよ。SOS 団専用サンタクロースなんだから、それぐらい当然でしょ。準備ができ次第出発するから、そのつもりでね。どこに行くんですか？決まってるでしょ？団員のクリスマスプレゼントとして、番外編 CD ボリューム3を収録するため、放送室をジャックしに行くんじゃない？放送室をジャックするんですか？大丈夫。今回もこのカメラで放送部部長の決定的瞬間をスクープしちゃえば、グーの出も出なくなるに決まってるんだから。頼んだわよ、ミクルちゃん。またやるんですか？無謀。クリスマスを一人で過ごす SOS 団ラジオ支部団員諸君、予定がないんだったら私たちと一緒に過ごせばいいのよ。え、何？予定？そんなのキャンセルキャンセル。後で私の特製なめもたっぷり振る舞ってあげるから、シングルベル大いに盛り上げて、寂しさもろとも冥王星ごとすっ飛ばせの団、略して SOS 団、私たちからのプレゼントしっかり受け止めなさい。SOS 団ラジオ支部番外編 CD ボリューム3。 SOS 団団長鈴宮春日役の平野綾です。寡黙な宇宙人長戸由紀役の千原みのりです。萌えマスコット未来人朝比奈みくる役の後藤優子です。この CD はラジオ番組鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオ支部の課外活動として完全取り下ろしでお送りする超スペシャル番組のボリューム3。今回もまさかまさかのスペシャルな内容になっております。はい、ラジオで人気のコーナーはもちろん、番外編ならではの特別企画もたっぷりとご用意しました。ざっとメニューの紹介を。はい、この CD だけでしか聞けないアニメを振り返る私たちの座談会、そしてもはや恒例となったオリジナルジングルを作ろう第3弾、そしてあの大人気コーナーも限定復活、もちろん SOS さん名誉顧問のあの方のコーナーもあるにょろ。はい、というわけでまずはオープニングコントでしたが、はい、もうまた久しぶりになんかの付き合いをした感じです。なんか懐かしい人たちに会ったみたいな、そんな気分だった。そんな感じだった。で、そう、クリスマスにね、今、うん、合わせたお話でしたけれども、みんなは、サンタさん信じてた？信じてたよ。いつまで？でも小学生、小学生低学年ぐらいだったかな。私中学生までは信じてます。結構長い、ね、長かった。周りの子と意見衝突しなかった？すごいした。したんだけど、そんなことないって
頑張って、自分の中ではちょっとそういう気持ちもなくはないんですけど、ダメだと思って、その夢のないこと言ったらいけない、まだ子供なんだからと思いました。ゆうこさんは私も結構小学校低学年ぐらいまで、だから一般的なところで大人になってしまったの。だって毎年なんかお母さんにお願いしてたの、サンタさんに手紙を書いてたんだけども、うちは、それは大丈夫とダメっていうのがちゃんとお母さんに聞くと答えが戻ってきてたから、親なんだっていうのは分かっちゃった。そうか、親がそういう工夫してくれてたんだ。私でもずっと親戚のおじさんが来てくれてた、だからサンタさんだと思ってた。あ、クリスマスにしか会えないおじさんがいて、すごい、親戚のおじさんが持ってきてくれたから、うちもみのりんと一緒で、サンタさんにすごい凝ったお手紙を書いて、それでクリスマスの日窓開けとくんですよ、寒いけど、それで窓のそばに手紙を置いといて、ツリーの下とかに、それで、あ、サンタさんなんか窓を開けてきたよみたいなことを後から言われました、親に。懐かしいね、そんな気持ちも。はい、というわけで、まあ、こんな感じで約60分最後までお付き合いください。今回はコーナーオールスター構成にしてあげたわ。久しぶりにあのコーナーも復活よ。さあ団員諸君、しのごの言わずに最後まで聞け。鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオ支部番外編 CD ボリューム3。鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオ支部番外編 CD ボリューム3。改めまして、どうも、鈴宮春日役の平野彩です。長戸幸役の千原みのりです。朝日奈美久役の後藤優子です。ラジオ支部の番外編 CD も今回で3枚目です。今回も番組を聞いてくれている団員に報告がてら、こんな活動から行ってみましょう。春日的座談会。2006年2月に初心表明をして活動を開始した SOS 団ラジオ支部。このコーナーではこの番組でしか言えない、この番組だからこそ言える、そんなエピソードを交えてその軌跡を振り返っていきたいと思います。はい、ただトークするだけではつまらないので、お題の入ったゴーフルの缶を用意しました。箱の中から1枚カードを引いて、そのお題にまつわるトークをしていきたいと思います。じゃあまずはみのりん、はい、このゴーフルの缶の中に入っているカードを引いてお題を決定してくださいな。はい、それじゃあ引きまーす。はーい、えい、宇宙です。また広いな。いきなりそれ広いキーワードだな。宇宙だって。宇宙、みのり、宇宙って聞いて何思い浮かびますか？宇宙か、あれ、あのドッカーン、スペースシャトル。待って、なんだろう、いいな、なんか小学生男子みたいですごく今優しい目で見ちゃった、いいぞ、なんかほのぼのしてきたぞ、みのりん。アクションが面白い。ごめんなさい。でも宇宙はね、まあそうそう行く機会ないと思うけどね、なんか行けたらちょっと行ってみたいな、月とかさ。そうだよね、生きてるうちにもう少しリーズナブルに行けるようになったらいいよね。なるかな。なるよ。なる？今よりは絶対下がるよ。本当に？あ、じゃあそっか、家一軒買うぐらいで行けるようになるんじゃない？家一軒、月に？家一軒で高々月？それさっきみのりんが月って言って思い出したんだけど、あやね、月の土地をファンの方からいただいたの。ファンの人からいただいたもんですか。そうなの、びっくりしちゃった。なんか月の、赤道みたいなやつよりちょっと下にある、なんかサッカーコートよりちょっと広いぐらいの、あるよね、石に変えるシステム。そうだね、ファンの人がくれたってすごいね、ロマンチスト、ね。でも私もね、私も、あの乙女座の中に私の名前をつけた星がある。すごい、なんかだからこの星あなたの星ですっていう免許証とか表彰状みたいなのもらって、でもね、アメリカが管理してるの、全宇宙の星の所有権を
決めるのがアメリカなのかなって思うと、どうなんかと思うんだけど、それも昔友達、うんうん、じゃあその星はロマンチストな友達が買ってくれた、すごい、誕生日プレゼントに。なんでみんな星プレゼントしてくれたり月プレゼントしてくれたり、いいの。でもね、現茶かそれか迷ってそれにしちゃった。私現茶が良かったってちょっと思った。なんでその二択なんだろうね。はい、じゃあ続いては、はい、じゃあ私行こうかな。はい、お願いします。行きます。どれかな。はい。キーワード髪型。髪型か。どうしよう。髪型、昔どんな髪型でしたか、皆さん。昔か。私ずっとショートだったの。ちっちゃい頃から短かったって言ってたね。そう、うんうん、男兟弟もいたせいで、うんうん、みんなして床屋さんに行かされてたから、そうで、やっぱりちょっと中学生ぐらいになって、やだ私は美容院に行きたいと思って、うんうんうん、でも美容院行っても、まあ、結局自分ショートカットを選択してるから短いんだけど、今の事務所の養成所に入った時まで、うんうん、その頃がもうベリーショートの金髪だったの。養成所に入った時、でも想像つかない。今長いからだから私今長いのがすごい、なんていうの、嬉しいんだよ。自分で初めて伸ばせたから、だから当分伸ばすって、何年か前の雑誌を見た時のゆうこさんの髪型が全然違った、短かった。まだすごい短かった。すごい見たい。きっと養成所の頃だよ。そうだ、多分そのベリーショートから、ある程度のこうショートからショートボブって徐々に伸びてきて、見たんだ。どこだ。みのりんは？私はね、ちっちゃい時やっぱり短かったんだけど、小学生ぐらいからちょっと伸ばし始めて、もう長かったかな、小学校高学年ぐらいからしばらく。でも、デビューをして声優のお仕事を始めて、すぐなんか、切りたいなと思って急に切っちゃった時あった、短く。それですごい怒られた時あった。怒られたんだ。洗剤と違うね。そう宣伝写真ね、そういうのと違う髪型になるから。そう、しかも洗剤取ったばっかりで、ロングで、その直後に切っちゃった。それはタイミング悪いわ。もうちょっと前に切っとけって話だよね。でも夏が来る感じだったから、あ、暑いね。やだ、気にされてね。あやは、私もちっちゃい頃本当に短くって、でなんかね、ちょんまげにされてたんですよ。ちっちゃい頃ヒトピッチャーみたいな。そう、おでこのところで。だからすごい生え際が結構危ないの、私。ここまで、でこ広そうなん、それはちょんまげのせいなんです。でもいいよ、おでこ広いの可愛いよ。可愛い、うん、でなんか伸ばして、それででもなんかピアノの発表会の時にアップにできないからっていう理由で、お母さんがやっぱりもう一回伸ばせって言って伸ばして、で仕事をやり始めちゃったから、その髪型から変えられなくなっちゃって、だから小学校の卒業アルバムからずっとこれです、私。そっか、仕事してるとイメージとかもあるしね。でもなんか分かんないようにちょこちょこ変えてるんだけど、本当に分かってくれない。そうか。じゃあさあ、3つ目のお題を、はい、じゃあ引く、いきます、じゃあこれ、てん、ほくろ。なんで、ちょっと誰、まずこのキーワードを選ぶの誰。誰がこれ書いた。なんでこんなの引いちゃったんだろう。またピンポイントなもの引いた。ほくろは、私はなんか一番わかりやすいところにほくろがあるので、なんか左のほっぺたのとこなんですけど、泣きぼくろでもないし、なんか中途半端なほくろがあります。でも泣きぼくろなんじゃない？その位置ってどう？もうちょっと上みたいで。でもすごい憧れる。口のね、ちょっと右か左にあるほくろとか、涙袋とか、すごい欲しかった。よくなんか、漫画とかに出てくる、なんかちょっといい女系とか、色気がある系は、絶対にそこにほくろがあったよね。そうなんだよ。私、あるんだけど、口に。口の上に。どこどこ？あ、ほんとだ。ここ。あ、ほんとだ。二人ともなんか同じぐらいの位置にある。なんかね、この口元にほくろがある人って、占い師によるとね、
口を言葉とか喋りでこう体制していく運があるんだって、うん、こう成功していく、うん、でも、うん、同じぐらい危ういのが、うん、その喋りで転落していく、いやー成功するのも失敗するのもとにかく喋りでっていう、そんな紙一重な運があるらしいよ。そうなんだ、まずい、ちっちゃい時なかったのにいきなり現れ出したんですよ、それも絶対この職業だ、そうだ、うん、そうだ、うん、最近のもん出てきたの、そう、じゃあ私も出てくるかな、ちょっとシーンで どうしよう、うん、はい、というわけで、はい、ここまででした、はい、はい、ここに何があったんだろう、なんかね、秘密とかあるよ、あ、本当だ、反省会、反省会、バイク、バイク超能力超能力杉田智和どうしよう、それ聞いたら何を言えばいい、大変だったはい、といったところで以上、春日的座談会でした。鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオ支部番外編 CD ボリューム3、オリジナルジングルを作ろう。はい、このコーナーはもはや恒例と化した感のある超脱力系アカペラジングルを制作するコーナーです。はい、もちろん今回もノープランです。ガチです。怖いものはありません。脱力系ね、脱力しちゃった、はい、ね、今まで作ったものをね、うん、こう聞けるらしいから聞く聞く、行ってみる、早速、うん、鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオシブ、鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオシブ、なんだよ、ほんとだよ、やだー、懐かしい、私好きこのコーナー、うん、なかなかめちゃめちゃな、うん、改めて聞いてみると結構すごいよね、すごい、3回にわたってやるような企画じゃないないけれども、うん、面白いので、ね、うん、むしろ私たちが面白いのでやろう、うん、はい、というわけで、第1弾はロック、そして第2弾はヒップホップ、うん、で第3弾となる今回はどんな、ね、歌にしようかって話だったんですけど、今回はちょっと演歌でどうかなっていう、うん、また難しいところに行きました、ね、うん、言われてみれば憂鬱って言葉が演歌っぽく聞こえなくもない、確かにね、このタイトルとしてね、うんうん、なんとかの憂鬱って憂鬱、うん、イメージ的にはやっぱそのちょっと憂鬱な、うんうん、旅をする女みたいな、うん、憂鬱な旅をする女で、なんかこう海っぽくできたら日本海とか、うんうん、そんなっぽくいいね、うんうん、いいね、で演歌ってどんな感じなの、どんな楽器があった、楽器がね、楽器か、三味線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 、鼓、あー、ポン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 、うん、太鼓みたいなやつね、うん、うん、あとは、うん、歌うん、まあ歌あとなんだろう、尺八、あー、どんな音、わかんない、尺八は笛みたいなやつだよ、ポーっていう、吹いたことある、うん、あるんだ、うん、あるわ、すごい、うん、イエイあとなんだろう、あとなんだ、なんだ、なんだ、もう演歌の知識飛ばしすぎるよね、そうだね、あとはあれ、合いの手だよ、合いの手、あー、あ、よっとか、よっとかだね、おっとか、うん、いいの、そんなんで始めちゃっていいかな、もう、いくつだ、うん、もういくついったんだ、6つクリック音入れたら6つだね、あ、そうだね、うん、うん、うん、じゃあまずはやっぱりクリック音から入ってみたいと思います、はい、1回目がみのりんがやって、うん、2回目あやがやったんで今回はゴテューザ様に、はい、任せます、じゃあ いきます、はい、
ゆっくり、ゆっくりだよね。元気だからね、うん、このくらいじゃない。そう、長い、ね、長い。頑張って作んないと。ね、うん。次はなんだなんだ。次はちょっとメロディーのバックで流れてる三味線っぽいこと、うんうん、かな。うん。ではあやちゃんに三味線をやってもらおうかな。じゃあ。あ、わかりました。じゃあ、メロディーもなんとなく考えときます。はい、じゃあ、行ってみます。チッ、チッ、チッ、ビビビビビンビン、チッ、ビビンビン、ビビビビン、ビビビビビビン、ビビビン、ビビビビビン、チッ、ビン。おお、なんか今までで一番なんかまともな感じだよ、ここまで。曲になってるよ、うん、やったじゃあ、ベベベベいってだけかもしんないけど。よかった、うん、じゃあ、次は、うん、さっき言ってた笛、笛、うん、尺八尺八。はい、うん。お、じゃあ、誰にしましょう。やりたい人はい、お、うん、違う、あのね、うん、私ね、鼓ができないと思ったんだ。そうか、難しそう、うん、そっか、うん、でも音がわからないじゃあ、ゆうこさんお願いします。行こうかな、はい。チッ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 ポーン、チッ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 。ぽくなってきた、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 ぽくなってきた。じゃあ次は、さっきその難しそう言ってた、言ってた、つづみやりますよ、じゃあそろそろ、うん、よろしく、みのり、うん、ポンポンやればいいんでしょ、うん、どうやってやるの。口を開けて、うん、手をその前で叩くと出そうな気がするよ。うん、あ、じゃあやってみる。うん、やって、いきます。チッ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 チ。マイク大丈夫かなってぐらい響いて、絶対できないもんこれ、まあ、ただの拍手になっちゃうもん。あ、ほんとだあ、でもあやちゃん惜しいよ、いい感じだよ。何がいけないんだろう、なんだろう、手でちゃんとなんかこう密封させる。痛い音がするね、ボンボン、ドラムの音になってきた。続きまして、うん、あ、じゃあこれは最後に歌を取っといて、うんうんうん、先にあの掛け声みたいな、うん、愛の手か、ね、うんうん、を入れたいと思います、うんうん、じゃあ何入れるんだろうね、うん、のりのりで、じゃあやってみましょう、うん、はい、行きましょう。はい、よーよほっ、わー、いいよ、チッザパーン最後ザパーンって言ったでしょ。やってみました、違う音が入ってた。本当だ、なんか愛の手って言ったのに効果音が入ってた。すごい、演歌っぽい、ねえ、うん、じゃあ最後にこれが一番重要なメロディーを言ってみたいと思います。はい、じゃあさっきの三味線があるのでそれっぽい感じの歌で、うんうんうん、あれに合わせて歌を練習しよう、うん、歌をその前にま作ろう、うんうん、ああそうだ、てか作ってもらおう、うん、はい、うどういうリズムなの、うん、ちょっと考えたのが、うん、なんか最初ベベベベベンベンで始まったから、うん、普通にすずみや春日の憂鬱よ、SOS タン、ラジオ渋谷、チャラララ、ちゃんかと思ったんだけど、でもね、時
数が足りなくて勝手に言おうとか言えちゃった。わ、バッチリじゃん。春日の憂鬱よ、SOS 団ラジオ渋よ、にゃんみたいな。行こうか、行こうか、行こうか、うん、うん、頑張りましょう。はい、ちちち鈴宮春日の憂鬱よ、SOS だラジオ渋よ。おお、なかなか、なかなか頑張って、あやちゃんについてった。大丈夫かな、演歌じゃないって言われそう。ね、じゃあこれ合わせたとこ聞いてみる。今聞けるのかな。そうだ、完成形はこの後の中で聞いていただけるの。はい、はい、というわけで以上、オリジナルジングルを作ろうでした。すずみや春日のね、演歌か。いやでもメロディーが確かにそうだね、うん、ニュアンス、ニュアンス伝わってくる、そう、うん、まあいいや。はい、続いては今度活動に行ってみましょう。ぶらり不思議探索隊。我が SOS 団はこの世の不思議を広く募集しているわ。過去に不思議な体験をしたことのある人、今現在とても不思議な現象や謎に直面している人、遠からず不思議な体験をする予定の人、そういう人がいたら私たちに相談しなさい。ラジオのレギュラーコーナーとしてお送りしていたこの企画、今回の CD でコーナー復活しちゃいます。というわけでご紹介できなかったネタの数々を前回バリバリで紹介していくから、そこんとこよろしく、よろしく。夏休みコーナーだ。はい、というわけで早速行ってみます。はい、兵庫県にお住まいの団員名あさぎいろさんです。はい、僕は音楽を聴くときによく曲のスピードを変えて聴いたりするのですが、うん、そこですごいことが起こりました。うん、長門さんのキャラクターソング、うん、雪無音窓辺にてのスピードを遅くして聴いていたところ、うん、その歌声が寸分狂わずに牧原紀之さんの歌声になるのです。親にも聞かせてみたところ、牧原紀之さんの声だと断定しました。ぜひ一度やってみてください。というわけでちょっと用意してあるラジオでちょっと聞いてみましょう。どうぞ。私にもただ一つの願望が最初からも本気にして、まとめて言われてみると、まず見ればすごい音が聞こえないこともないけど、でもみんな声がまろやかだから、うん、まんま低くしていくと確かに牧原に近づくような気がする。そうなのかな。でもなんかそういう風に言われるとちょっと嬉しい。ずっとこの BGM でいきます。誰かテンションが下がるね。やばい、怖い、怖い、面白い、これなんか呪われそう。すごい、でもすごい、なんかでも成立してたよ曲として。うん、他の曲どうなるのか聞いてみます。やってみてください。はい、みんな試してみてください。ありがとうございます。はい、では続きまして、団員名畳替え職人さんからいただきました。とある模試で見つけましたということで写真が届いております。いきます、せーの、ドン。なに、鈴宮ひろひ、模試の結果、本当にいるの、いるの、本物、これ偽名で受けた社会人じゃないの。えー、えー、
ってまんまだよ。涼しい宮で春日カタカナだよ。何歳の方ですか？18歳。あ、じゃあ受験生。ちょっとだ、絶対あれだよ、浪人生が偽名で受けたよこれ。ダメダメ、偽物だ。入る気にあやかってなんかこうちょっといい順位とか47位でも47位だよこれ。これ全国だとしたらすごいいいよ。すごいね、ちょっと、すごいじゃん春日。ダメだよ、ちゃんと本名で受けなきゃね。でもこれ本名だったら逆に送ってきてほしいね。私本当に春日みたいな。びっくりした、面白い、すごいな。ね、この人だけあれだよね、出身地が書いてない。出てない。へー、あー不思議。じゃあ次のメールいきます。神奈川県横浜市にお住まいの大名メロン味のメロンパンさんからいただきました。僕の家の近くにちょっとしたびっくりハウスがあります。誰の家かはわからないのですが、一軒家でその家の駐車場が踏切と隣接してるのです。かっこ道路と踏切に挟まれてる感じです。線路沿いに家が並んで立っているので、どこに踏切を作りたかったんですかね。というわけで、わかりづらいかもしれませんが、写真は向かい側の道路から撮ったものです。というわけで写真があります。写真だ、いきます。せーの、ドン。あ、うん、え、どうなってるの。あ、本当だ、駐車場の向こうに本当に踏切がある。じゃあこの踏切渡るには、この人ん家の駐車場を通ってって通らなきゃいけないの。なんかあれみたい、トンネルを通るとそこはみたいな。雪国あれ違った、違う。あれだ、うん、せたわせメロンのこれぼやかさなきゃいけない。たたたあんだみたいな感じみたい、すごい、本当だ。なんか駐車場に何も止められないね。うん、止めてるけどねバイク。これだって踏切半分ぐらい塞いでるよ、この家の駐車場のバイク。すごい、すごい、不思議です。不思議です、家が先か踏切が先か。はい、では続きまして、福岡県の大名サバジャネーさんからです。街を歩いていたら、某コンビニの前に止めてあった自転車のハンドルの上に何か緑色のものが。近づいてみると明らかにオウムでした。十分に驚いた後、最初は飾りか何かだと思ったんですが、なんと動きました。首をかしげるように動いてました。ちなみに足が結ばれているということもなく、自然にハンドルに止まっていました。驚きです。街中ですよ。新手のベルってことなんでしょうか、それともたまたま飛んできたんでしょうか、はたまたオウムはいつの間にやら野生でいるようになってしまったのでしょうか、というメールで写真が届いております。せーの、ダン。うわ、オウムだ。本当だ、本当だ。普通に自転車に止まってるね。普通に、本当だね。ねえ、私自転車の一部ですみたいな、そんな感じになってるね。でかいよこれ。これハンドルがこの大きさってことは、うんうん、だって、あ、隣のベルと比較するとすごいでっかい。ああ、うん、本当だ。これと似たようなことがあった前、オウムじゃないんだけど、葉っぱがなんかここにターンって垂れ下がってて、ハンドルのところに。で、あー、もう自転車これから乗るのにと思って、その葉っぱぐしゃってやってポイって捨てたら飛んでった。なんだったのそれ。なんだったのその葉っぱ。ちょちょ、はー、よかったね、あまりにぐしゃってやらなくて。生きててよかった。飛べるレベルでよかったよ。この葉蝶あれな、なんかなんかそんな感じで。でもなんかいるよね、そうだ、葉っぱにそっくりのやつとか。緑色の蝶々なんだ。へえ。これはびっくりだね。いやね、まだまだ本当不思議なことはあるもんですね。日常の中に潜む非日常、奇妙きてれつまか不思議、そんなものを探し出して日々の生活に彩りを添えてみてはいかがですか。私はもっともっと不思議なものを知りたいの。さあ、ラジオの前の団員諸君、市内をブラブラ歩いて不思議発見してきなさい。以上、ブラリ不思議探索隊でした。鈴宮春日の憂鬱SOS 団ラジオ支部番外編 CD ボリューム3、対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェース、ユキに聞けパート1。あの大人気コーナーが今回限りの完全復活。
太有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェースであるところの長門ゆきに知らないものなどないってことで、団員からお題を送ってもらい、その場しのぎの見識をフル活用してゆきが無理やり答えるうんちく意地悪コーナー。それでは久しぶりにゆきにあれこれ聞いてみましょう。第1つ目はこちら、東京都の団員名友人さんからいただきました。うちのスズムシが大きくなったのになかなか泣いてくれません。どうしたらいいでしょう。泣くまで待て。次。群馬県の団員名シーラさんからいただきました。テレパシーってどうやったら送れるんですか。ビビビッとやれ。次。青森市の団員名キョンの遠い親戚さんからいただきました。席替えでキョンと同じ席になったのですが、後ろの席に春日がいません。どうしたらいいでしょうか。紅葉園学院に行って探せ。次。またマニアックなところを出してきたね。団員名ねるたこさんからいただきました。なぜイノシシの子供はウリ坊なんですか。ブリの子をハマチと呼ぶがごとし。次。一瞬納得しそうになるよね。福井県の団員名近藤玲希さんからいただきました。長門さんには歴とした上司がいますが、ぶっちゃけ長門さんの上司にした有名人は一体誰ですか。せんちゃんこと星野千一。次。すごい、私と好みが同じだ。新潟県の団員名アーターさんからいただきました。中国の少林寺の人たちは一体誰と戦うためにあんな武者修行を積んでいるんですか。巨大かまどーま。次。福井県の団員名近藤玲希さんからいただきました。パリーグではペナントレース1位になると無条件でプレーオフ1勝がもらえるそうですが、セリーグでは何がもらえるんですか。おしゃれ小鉢。次。おまけじゃねえか。三重県の団員名アメアメユウツさんからいただきました。私にもただ一つの願望が持てるならと歌っていますが、今の願望は何ですか。早くお家に帰りたい。次。本音じゃん。横浜市の団員名マゾの宅急便さんからいただきました。ズボンのチャックを閉め忘れた時に注意された場合のかっこいい言い訳を教えてください。おっと、千客万来体制だぜ。おしまい。はい、このコーナーで語られる一切はフィクションですので、長門さんの言うことは真に受けないでください。以上、対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェースユキに聞けパート1でした。鈴宮春日の憂鬱 SOS さんラジオ支部番外編 CD ボリューム3、朝日奈みくるの大予言。このコーナーはひっそりと SOS 団ラジオ支部のホームページで募集している幻の企画、未来人のみくるちゃんなら未来の出来事も言い当てることができるはずということで、これから起こりうる出来事を予測して教えちゃおうという大予言未来予想図的コーナーです。団員にいつどこで何を下に相当するネタをそれぞれ書いて送ってもらい、私たちがランダムでカードをめくり文章を作成、出来上がったシュールな文章をもとにその実現性を検証していきます。はい、ということでヨコちゃん、はい、まずはいつを一番引いてください。はい、まーす。ほう、はいはい。続いてどこで、どこで、でさらに何をした。はい、これで完成だ、完成だ、うん、すごい、うん、ではみくるちゃんに大予言してもらいましょう。鈴宮春日の退屈を読んでいるとき、東京ドームの外野席で笑っていいともが最終回を迎えた。楽しいやん、かわいい。なんかこう切ない、切ない。でもなんかこう地味に笑える。そうだね。はい。じゃあこれどん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 引いていく。はい、入れも。うん。おー、いつ、はい。はい、じゃあ私がどこでを引きます。はーい。じゃん。はい。何をした。何をした。おいしょ。はい。行きます。はい。
体育の時間、夏祭りの会場で TOB で株を買い占めた体育の時間に夏祭りの会場で TOB 全然違う本当だはい、はい、じゃあ今度逆回りで行ってみる。あ、うん、はい、うん、じゃあいつを引きます。これなかなか引くの、はい、そう引くのが大変、ね、大変じゃあ私がどこで、ね、はい、じゃん、はい、お、お、はい、じゃあ発表します。はい、地球がブラックホールに吸い込まれそうになった時、雲の上で、ちょっとここでは言えないようなことをした。なんなんだ、なんなんだ、すごい、すごい、言えないことで、これはいいね、いいね、いいね、じゃあ今度はみのりに行く、じゃあ私から、うん、はい、行きます、じゃん、はい、じゃあどこで引きます、はい、はい、何をしたを引きます、はい、それでは発表します。家族会議中にとある民家で数学のテストをした。うーんおそっかそっか、うんうん、まあなきにしもあらずな状況のような、うんうん、なんだろうねこれ、うん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 、次ー、はい、いつ行きます、どん、じゃあどこで行きます、はい、うん、はい、じゃあ何をしたいきます、じゃん、発表します、はい、2日後浜辺の海の家で転んだ、うん、次行こう、はい、いつ誰が引く、はい、はい、あ、引いた、じゃあどこで、私、はい、じゃあ落ちるか、じゃあ、じゃあ、行きまーす。はい。行きます。はい。甲子園で高校野球の決勝が行われた日、海岸の絶壁で洗濯をしていた。すごいね。ちょっと繋がったね。海岸の絶壁で洗濯大変だね。で、どんどん行こうか。じゃあ、いつ行きまーす。はい。はい。はい、じゃあどこで行きまーす。はい、じゃん。何をした引きまーす。おいしょ。はい、では発表します。はい。同じ学校の女の子と通学路でぶつかったとき。札幌ドームの関係者以外立ち入り禁止の通路で。夢中になってカニを食べた。どういうことやねん。どういうことやねん。てか、通学路って言うてるのに。東京ドームだね。ね、そう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 。通路でね。なるほど。はい、というそんな感じでね、もうはい、嘘から出た誠、ひょうたんからコマ、まあ全てはフィクションですので笑い飛ばしてください。以上、朝日のミクロの大予言でした。鈴宮春日の憂鬱 SOS さんラジオ支部番外編 CD ボリューム3。さあ、ここからは SOS 団の名誉顧問、つりやさんのコーナーです。つりやさんに質問。世界の三大スープって何でしたっけ？世界の三大スープね。もちのローン知ってるさ。ロシアのブイヤベースでしょ？タイのトムヤムクンでしょ？それから中国のフカヒレスープさ。でも、ゴトゥーザ様が作った味噌汁ってのも興味あるね。ある意味世界でオンリーワンのスープにゃろ。ってなわけで、ついに番外編 CD でも私のコーナーが始まったよ。せっかくの機会なんだからさ、楽しまなきゃもったいないもんね。そんじゃいくよ、つべさんのメガッサお疲れ相談コーナー出張版エピソード1。つれやさん役の松岡由紀です。三大スープですか。もう私はこの中でもう特にトムヤムくんがすごい好き。ほら、激辛党じゃん。自他ともに認めるね。え、あのすっごい辛くして酸っぱしょっぱ辛いものが好きな私としては、トムヤムくんの味のベースはものすごいこうときめく
ああ、もうジュルジュルになってきちゃった。ああ、というね、トムヤムクン好きなんですけれども、タイ料理は1週間に1回ぐらい食べてる。1、2回食べてるかな。はあ、大好きださて、このコーナーは本当はどうでもいいような些細な人生相談に私が乗ってあげようじゃないのといったコーナーさ。そんじゃ早速 LINE の相談を紹介していくさ。まずはこの方、大阪府の団員名、谷口の忘れ物のフィギュアさんの人生相談。ジュースの自動販売機の下に10円玉を落としてしまいました。どうすればいいですか。しばらく待っていると自動販売機の妖精が現れるさ。そこで、お前が落としたのはこの金の10円玉か銅の10円玉かと聞かれるから、金の10円玉は偽造硬貨ですと警察に通報。警察から金1分もらえるかもしれないから、それでジュースを買えばめでたしめでたしにょろうわー。いやー、このつぶやさんの意見が面白くてこれを採用してしまいましたねえ、妖精出てきたらびっくりするって。てか、偽造金貨でいいから金の10円玉欲しいわ、私それです、それです、それ、私のそんな金の、あー、消える嘘つきめとか言われちゃいそうですけどね妖精さんに出会ってくださいでは続いて、岡山県の団員名、カッサパンさんの人生相談。僕の笛が臭いです。どうしたらいいですか。熱湯消毒しかないっさ。つれさん、冷たい一言バッサリだよ。熱湯消毒、熱湯消毒したらあの臭みって取れんのってどうなの。私は笛が臭い場合は好きな女の子の笛と取り替えてみるっていうのはどうだ。キャー、絶対この人とか多分こう笛舐めたりとかしてるんじゃないうわすごい濡れ衣。やらなかった。好きな人の笛を舐め、やったやった。私はしてないですよ、そんなことは。怪しいな。でも憧れのアイテムですよね、笛いやなんで恥ずかしくなっちゃったんだろう。ということで、以上、つるやさんの目がっさお疲れ相談コーナー出張版エピソード1、お相手はつるやさん役の松岡ゆきでした。また後でー。鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオ支部番外編 CD ボリューム3。続いてはこのコーナー、ハルヒ的マイノリティレポート。普通の人間には興味はないのってことで、団員の希少価値な部分をカミングアウトしてもらうこのコーナー。オールスター構成ということで、このコーナーもやっちゃいます。今回はどんなマイノリティレポートが届いているのか早速見ていきましょう。はい、兵庫県にお住まいの団名マンボールさんからいただきました。自分には周りの人に言われて変だと気づいた癖があります。それはケーキを食べる前にケーキを冷蔵庫に入れパサパサにしてから食べるというものです理由は普通に食べるより美味しいからです。やっぱり変なのでしょうか。なんでパサパサにするんだろうな。そうだね、わからないな。何が美味しいんだろうな。あのチャーハンはパラパラの方がいいみたいな、そんなのと同じ。あ、油分を取ってるのかな。そうそうそう、なんかネチネチしてんのが嫌とか。じゃあケーキじゃない方がいいんじゃない。クッキーとかの方がいいんじゃないそうかも、ね、パティシエ泣くよそれじゃあこれはマイノリティだね。はい、では続きまして、足足の団名くるるとむつみと長戸ゆきさんからです。たまになんですけど、白いご飯にどうしても、そうどうしても調理用の塩コショウをかけて食べたくなっちゃうんです。これってもしかしてマイノリティなんですか。塩はでもかけると美味しいよね。うん、美味しいね。普通に美味しそうだけど、シンプルすぎてあんまりやらなさそうだね。そうだね。白いご飯に塩コショウだけ。どうだろうこれ。マイノリティかな。かな。でも今ちょっと聞いてて美味しそうかなと思っちゃったところがあるから。ああ、
意外にマジョリティ、意外にマジョリティ、これ聞いた人いるかもしれない。そうだよ、しかもこれを聞いてやる人が増えるかもしれない。そうだ、じゃあよし、マジョリティ、はい。では続きまして、大阪府の団員名エラパンダさんからいただきました。僕の通っていた小学校は教室にドアがありません。廊下と教室の境目がないんです。そして壁も取り外しが可能で、全クラスの壁を外して合同授業をやったりもしました。なんでこのようなシステムなのかというと、学ぶものすべてを受け入れる開放的な学校にしたからだそうです。この学校はマイノリティですか？そんな学校があるんだ。ドアがない。あ、だ、じ、うん、なんか自分たちで取っ払ってた。え、そう、外しちゃったドア。それはあったけど。そうなんだ。それやっぱ開放的な雰囲気にしようとして？なんでだろう。ドア閉めない人がいたからめんどくさかったのかも。そんな解決策だね。うんうん、じゃあ開けっぱにすればいいんじゃね、なければいいんじゃねみたいな、そんな大雑把な大雑把な学生だった。どっち、マイノリティマジョリティ？マジョリティ。はい、次行ってみようか。はい、静岡県にお住まいの団員名振動はやとさんからいただきました。実は僕は夢の続きが見れるんです。前の日の夢の続きが見たいと思って眠ると、その続きから夢を見ることができるんです。今まで最高で1ヶ月かかる大規模な夢を見続けました。これってマイノリティですかね？すごいよ、すごい、ね、1ヶ月ってだって30話だよ。すごい、アニメねえ、スーパー以上だよね。すごい、そんな壮大な夢つながってるんだ。たまにでもある、でもなんか同じ夢を何回も見たりとか、その続きが本当にたまに見えたりとかする。毎回バラバラだな。バラバラ、続きが見たいほど幸せな夢でもないね。わかるわかる、一生懸命一生懸命そればっか考えて寝るんだけどね。この間の終わり方を考えてからね。ないな、いいな、や、見れるんだ。へえ、これはどうだろうか。能力的にはマイノリティじゃない、これは。そうだね、うん、1ヶ月だよ。あ、そうだね、うん、じゃあマイノリティですね。はい、マイノリティです。はい、では続きまして、奈良県の団員名霊園居さんからです。以前このコーナーでティッシュペーパーを口に入れるというのがありましたが、自分はよくティッシュペーパーを噛みます。ガムのように、しかも何枚も一度に。結構癖になって勉強中に気がついたらよく噛んでいます。しばらく噛んでいるとティッシュがボロボロになってくるので、別のティッシュで包んで噛み続けます。何回か包むと口に入らなくなるので、その時は半分にちぎって噛みます。噛むとなぜか集中力が高まるのですが、翌日以降に顎の関節が痛くなります。それでもやめられません。そんな自分はマイノリティですよね？マイノリティでしょ。そう、すごいね、どれだけティッシュを噛むことにかけてるんだってぐらい、こうなったらこうして、こう減っていったらこうして、なんでこれガム噛めばいいのにね。ねえ、なんでティッシュなんだ。ティッシュなんだね。しかも顎痛くなるぐらいなんだよ。確かになんかね、ガム噛むと集中力がね、こう高まるっていうのは言われてるけど、これはマイノリティです。はい、というわけで、マイノリティ、それは個性だ。以上、マイノリティレポートでした。鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオシブ。おーい、ミクルちゃん、お茶お茶。はーい。何落ち込んでるのよ。放送部部長にちょっと触られたくらいで気にしない気にしない。だいたいあれはハプニングなんだから。別に落ち込んでなんかいませんよ。みくるちゃんの活躍もあって、こうして放送室を無償貸与してもらうことができたんだから、もっとローマの支配権を手に入れたカエサルぐらい勝ち誇っても罰は当たらないわよ。キョンくん、そういえば今日と小泉くん遅いわね。一体買い出し行くのに何時間かかってるのよ。早く帰ってこなきゃ冬を通り越して春になっちゃうじゃない。
キョンくんたちは何を買いに行ってるんですか？何って、クリパを積極的により前向きに楽しむための材料集め、つまり私の特製鍋料理の具材調達よ。ここでやるつもりなんですか？当たり前じゃない。こういうのはこそっと隠れてやるのが楽しいの。美味しそうな匂いにつられてきっとサンタもやってくるってもんよ。あ、そうだユキ、ちょっといい？何？そこにある紙。あ、そうそう、それ読んでくれる？安心国産高級牛ハラミ肉 100g298 円、お買い物は宿川商店街、買って安心食べて安心の熊井精肉店でね。今日の鍋の肉を提供してくれた大事な SOS 団のスポンサーだからね。まあこれだけ CM しておけばおじさんも同じでしょ。それとももうワンランク上の肉をねだってもよかったかもね。鈴宮さん、お茶が入りましたよ。あ、ありがとうみくるちゃん。なんだか寒くなってきましたね。キョンくんたち風邪ひかなければいいけど。大丈夫、そのうちトナカイの衣装で現れて一発芸を披露してくれるはずよ。それならいいんですけど。そうに決まってるわ。あ、見て見て、雪よ雪。大気中の微粒子を核とした氷の結晶。うわー、綺麗。通りで寒いわけですね。シベリア寒気団なんかに負けないように SOS 団ラジオ支部も盛り上がっていくからね。それでは後半戦行ってみよう。鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオ支部番外編 CD ボリューム3、対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェース、ユキに聞けパート2。対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェースであるところの長戸ユキに知らないものなどないってことで、団員からお題を送ってもらい、その場しのぎの見識をフル活用してユキが無理やり答えるうんちく意地悪コーナーパート2。それでは引き続きユキにあれこれ聞いてみましょう。はい、1つ目はこちら、奈良県の団員名健康有料不良青年さんからいただきました。高橋名人とゲームで対戦したら勝てますか？勝てる。余裕。ゲームは1日1時間。次。初注意までね。次、団員名星形のほくろさんからいただきました。ゆきさんは小泉くんとキョン、どっちに告白されたいですか？文字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 。かっこ、鈴宮春日の消失より。次。やばい、微妙に燃えるな。岐阜県の団員名ザビエルンバさんからいただきました。二連ちゃんのちゃんって何ですか？ちゃん、りん、しゃんのちゃん。次。これ若い人わかんないよ、これわかんないかな。大阪府の団員名シャイニングクマさんからいただきました。元気ですか？バリと。次。あっさりね。団員名神々の山彦さんからいただきました。ギリチョコを食べた時ほんのり苦いのはなぜですか？もらえるだけありがたいと思え。次。次、致命傷だよ。団員名田村 R さんからいただきました。ハンバーグが美味しすぎです。なんでこんなに美味しいんですか？手ごねだから。次。福岡市の団員名知恵倉教授さんからいただきました。ワープのコツを教えてください。腰を激しく振れ。次。本当に？北海道札幌市の団員名有瀬野遥さんからいただきました。僕を思いっきり蹴ってください。終わり。このコーナーで語られる一切はフィクションですので、長戸さんの言うことは真に受けないでください。以上、対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェース、ユキに聞けパート2でした。鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオシグ。
鈴宮春日、彼女は自分の都合のいいように環境情報を操作することができる。鈴宮さんが時間平面に干渉するメカニズムは解明されていません。鈴宮さんもまさか自分が時間を歪曲させているなんて考えてもいないでしょう。だから私はそれを監視しなければならないのです。じゃあこのコーナー、鈴宮春日の退屈しのぎスペシャル。普段番組のオープニングを飾る一言ネタ、鈴宮さんが退屈して大暴走しないようにラジオの前の団員が普段どんな暇つぶしをしているかを報告してもらうコーナーです。はい、いつもはオープニングで1枚しか紹介できていないので番外編 CD の容量をふんだんに使い、退屈しのぎスペシャルとして団員から届いたメールをたくさん読んじゃいましょう。はい、ではまずはこちら、沖縄県の団員名マンジエンさんからいただきました。はい、車に乗りながら外の景色を見ているとき、車と同じ速度で忍者が走っている姿を想像する。あーはーはクエスチョン、二人はなんで今それハーなのなんか想像できるから。そう、うん、たたたたたたた、うん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 、いまいちだったみたい。じゃあごはん、ごはんぐらいで、はい、ごはんぐらい皆さんがそう言うならごはんではい、はい、宮城県の団員名ナタさんからいただきました。はい、鉛筆をモアイ像やこけしの形に彫る。おお、宮本武蔵みたいねこれはあやちゃんできそうだね。あ、できる、うん、得意得意得意掘りそう。そう、うん、もし鉛筆よりももっと細いものでできそうだよね。あ、できるね。爪楊枝でやりそうだね。うわ、頑張るよ。退屈しのぎっちゃうよはい、では続きまして、熊本県の団員名ファネルさんからいただきました。はい、落ちてるレシートを拾ってその内容で買い物をしたのがどんな人なのか想像する。あ、前さ晩ご飯のあれを想像するみたいなのがあって、ね、それもなんだっけ、そう、人の買い物かごの中身を見て晩ご飯のメニューを想像す る, 作るか。そうだ、あーへーへー、あれかな、あ、この人一人暮らしだみたいな。あ、そうかも。あまりやりすぎると怪しい人に見える。そうだねはい、続きまして、はい、大阪府の団員名ビバトラさんからいただきました。はい、英語の授業でグッモーニングエブリワンと言った先生に対して欧米かと突っ込んでみる本当かよ、本当かよ、突っ込んでほしいね。これ突っ込んでほしいけど、すごい勇気のいる退屈しのぎとは言い難い。そうだよね、すごいね、おー、すごい、頑張れ、うん、続きまして、熊本県の団員名ファネルさんからです。ヤクルトをたくさん買ってきてジョッキ一杯に入れてちょっと贅沢な気分に浸る。うん、くどい、すごいねそれはくどいんじゃないかな、大量のヤクルトって、ね、あの量だからいいんじゃないかな、あれ。そうだね、うん、なんかさ、あれみたい、マイノリティみたい。あ、うん、本当だ、本当だ、そうだね、ね、うん、面白い。はい、次です、はい、広島県の団員名青飛びさんです、はい、駅で電車を待っている時、通過する貨物列車に乗っているコンテナが何個あるか数える。はぁ、数えたことない。ないね、子供の頃は数えた。あ、ほんと、うち結構近くに線路があったのね、うんうんうん、電車を見に行くのが好きで、貨物列車ね、ほら貨物あって貨物あってなくてなくて貨物あってみたいな、そんな中途半端に積まれてる貨物を、それをあるあるないないないあるあるっていう風にそれを覚えるのが好きだった。すごいね。そう、それをしばらく言ってるの、すごい無意味だけどね、家についても言ってたの、あるあるあるないないないあるあるあ、マイノリティですか、マイノリティコーナー変わってるけどということで、以上鈴宮春日の退屈しのぎスペシャルでした。鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオ支部番外編 CD ボリューム3。さあ、ここからは再び SOS 団の名誉顧問鶴屋さんのコーナーです。鶴屋さんに質問。
運気を上昇させる良いおまじないはありますか？運気を上昇させるおまじないか。そんなの笑うのが一番さ。笑う角には服だけじゃなくて宇宙人も未来人も超能力者も集まるかもしれないよ。だから思いっきり笑うがいいさ。そんじゃあ張り切っていくよ。鶴屋さんのメガスタお疲れ相談コーナー出張版エピソード2。再び登場、鶴屋さん役の松岡由紀です。おまじないですか。おまじないね。なんかちっちゃい頃とかやりましたね。好きな男の子の、名前をですね、赤いローンで作ったハートに彫って緑の布で包んでとかいろいろやりましたけどね。あと、なんだ、お風呂で、飛んで湯船に入ったお湯をすごいすくえばラッキーとか。さあ、それではメールを紹介していきましょう。兵庫県の団員名、猫の手さんの人生相談。手によく汗をかきます。どうしたらいいですか？手に汗をかくのは目がさ便利にょろ。海で遭難して水分不足になった時には手を舐めればいいさ。羨ましいにょろって。おい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 、水分不足ってあんたそっから出るのは汗だろ。それもしょっぱいだろ。ねえ、はい、海で遭難してってぷかぷか浮いてる周りは海の状態でしょ？違うの？もしかしてこれは島の上にいるの？まあいいや。はい、ですね、すごい私手に汗かく人いいなと思ってるんだけど、羨ましいんだけど、なぜならビニール袋が簡単に取れるでしょ？あと紙関係のものとかってめくりやすいでしょ？絶対なんかこうすごい困んないでしょ。ピラ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 、もう私超乾燥ってなので、本当になんか湿らせたくてしょうがないっていうか、ハンドクリームは離せないタイプなんですけど、羨ましいですな。なんかベタ手の人、手つないだらだんだんしっとりしてくるんだろうな。そんなん大好き。では続いて、愛知県の団員で、ご当座様親衛隊の下っ端、いろんな方がいるんですね。の人生相談。玉ねぎをしばらく放置していたら大変なことになってしまいました。これって食べられるんでしょうか？玉ねぎを放っておくとすぐに芽が伸びちゃうにょろ。でも捨てちゃうのはもったいないよ。その芽をネギ代わりにするとあら不思議、意外と美味しいにょろ。ぜひお試しあれ。本当なの？あー、本当なんだ。あ、でもなんか似たようなもんだもんね。でも玉ねぎ自体はブヨブヨになっていくよね。どんどんね。じゃがいもは食べちゃダメなんだよね、芽はね。気をつけて。そうですね、玉ねぎって球根だから植えちゃえばもう。そしてなんか増やせば、来年の今頃5個も6個も。うわー、収穫したらぜひ美味しいものを作っていただきたいと思いますか。食べられるのは1年先だよ。ということで、以上、鶴屋さんのメガスお疲れ相談コーナー出張版エピソード2、お相手は鶴屋さん役の松岡由紀でした。まったね。鈴宮春日の憂鬱 SOS 団ラジオジム番外編 CD ボリューム3。SOS 団ラジオ支部番外編 CD ボリューム3、あっという間にエンディングとなってしまいました。いかがでしたか？いや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 、懐かしのコーナーもいっぱいできるからね。すごい楽しいよ。ミカ もう盛りだくさんで、全てのコーナーがなんていうの、濃くて凝縮されてて、いまだにこんなにお便りいただけるのが本当に嬉しい。そうなんで、いつも紹介しきれないからね。ジングルも大好きよ私。今回もすごいのできちゃった ね、 ね、うん、どっかで発表してくださいとか言われたらどうしよう。できない、できない、もうやれない。はい、というわけ
で SOS 団ラジオ支部はこれからもいろいろな不思議に立ち向かっていきます。今後の活動にもご期待ください。それではお時間のようです。また次回のミーティングでお会いしましょう。団長を待たせることのないように、遅刻欠席はペナルティよ。お相手は平野綾と千原みのりと後藤優子でした。バイバイ。今回が15498回目に相当する。同じ CD を15498回、あなたはそんなループにとらわれていた。過去15497回中、座談会だけを聞いたシークエンスが2回ある。鶴屋さんのメガッサお疲れ相談コーナーだけを聞いたパターンは437回が該当する。オリジナルジングルは今のところ毎回聞いている。全部通して聞いたのは9025回ではあるが、その内容はいくつかに分岐する。トラック1から順番に聞いた回数が6001回。シャッフル機能の順列組み合わせによる重複パターン。ああ、もう時間がありません。タイムリミットです。正しい時間の流れに復帰するには、CD の停止ボタンを押せば大丈夫です。ちなみにこの CD は全てフィクションであり、実在する人間、団体、事件、その他の固有名詞や現象などとは何の関係もありません。あってもそれは偶然の一致。クレームがあるなら会議の場で聞くわ。以上。